ヤガチャガチャンネル。俺落ちたわ。あ、こっち急にダメ。いって横切ったよ2体。やべえ。終わった。やっと来た。あのビームが何だったのかをシンプルにやっと見られる。ゴーストに注意って言われてもなぁ、どうしたらいいんだろう。ビームっぽいのは分かったけど、あくまで伸びきりはしない。いて、掴まれてる。怖いよ。待って、どっち。あ、ガードはできるけど死にそうにはなるよってことね。やべー、方向が実に分かりづらい。おい、待って、落ちないでね。よし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 、今までで一番進展してるぞ。メッセージ、自分は悲しい。そうか。でちょっとこれゆっくりしかもういけねえよ。自分は役に立たない。そんなこと言うなよ。お前にだっていいところあるよ多分。おいおいおい。でよいしょ。だがさあ、おーっと、あいつじゃん。落ちたわ。ええー、なになになに、今だ。何。ああ、お前か。ああ、あいつ落ちたから全部もらったのか。めちゃくちゃだよもう。全然何が起きてるか展開が読めない。やばい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 。油断しない、油断しない、油断しない。で、なんかおじさんが貼り付けにされてるぞ。で、こんにちは。あ、どうもこんにちは。で、高えな。よいしょ。で、いっぱい骸骨あんじゃん。うわ、気持ち悪い。さて、メッセージ読む。デーモンは近い。お、ボスか？ボスか？ボスなのか？よいしょ。三日月草1個。三日月草1個。いた！いつ湧いたのかわかんないのよ。うわ、うっそ！後ろにもいました？うわぁ、一発で帰ったら17000。一発で帰れなかったらロスト。俺ロストに3万かけるわ。地獄。ここアンバサ。アンバサだ。あなたのおかげでこの神殿に逃れることができました。おお、一回話したらそれを払い、みんなここに来るのか。古代したデモンズソウル、わからん。2万だな。2万だな。あなたも神の信徒で、オーレタリアではこの呪われた地に、それはデーモンに対する。2万だな。2万貯めるか。おっ、2万貯まりました。まさかの2万貯まりましたわ。さすがに買うか。というわけで、奇跡を記憶す、奇跡を学ぶ、避難で、記憶する避難というわけで、これで、おお、帰れるようになりました。帰るとは、え、何ここ。
びっくりした。誰お前。え、備え物25,000。え、なんなんお前。したら何があんのお前。なんかはあんだろうな。さあこれでいつでも帰れるようになったので行きましょうボスのところ。違う、ま、高いぞ。でレベルアップ。待てよ。そうね、 MP を上げると言うてもなくはないが、待てよ。でも MP が、あ、 MP は上がんねえんだ。知力か MP は。奇跡のな、数が増えてくれるんだったら全然投資するんだけど。そうね、奇跡の数よな。奇跡の威力、まあ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 、ちょっと一回これ14まで上げて体力上げるか。いやいやいや、がっつり。で、どうせ、待って、どうせ、これ大量に使うんだから、もう、ここに入れといて、もうこうやって50にしといて、また生きて帰るのだぞ。まあ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 、こんな感じにすれば結構ねって感じかな。一回奥行きてえな。やべえ、タリスマンだった。タリスマンだったわ。思いっきりタリスマンだった今。びっくりしたわ。自分からビーム入りに行くのバカだろ。でちょっと道をこうしとかないといけなくて、よいしょこらしょと。し、久々に帰ってきましたよ。でさっきは途中でいらんもの触ろうとして死んだ感すごかったから、おい、おい。で、よいしょ。よい、よい。よしよしよ、いいよ。で、ダメかな、大丈夫かな。おい。何？後ろ？さっきもそれやったじゃん。さっきもそれチャレンジでやったやつじゃん。切り抜けるか。行くぜ。ゴー。ん？まだ道が続くのか。まだ。うん、なんかでかいのとかいたらどうしようかなと思ってついつい徒歩になるけど、そうでもないの。この先魔術師に注意しろ。行って。で、よい、行って。勝ちやした。まあ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 、回復アイテムなんていくらでも食いやいいんだ。魔術師、おお、それは。よいしょ、あ、やべ、後ろにもいる。やべ、
だくわ。でも奥見えてきたぞ。奥見えてきたぞ。はい、早速ですが見てくれこの所持金。一人でちまちまやったぞ一人でな、ずーっとちま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 なやったぞ。レベル上げも大事だと思ったからね。なんで、とりあえずね、もうね、配信してる間じゃないとレベル上げた時に何のレベル上げたのかが分かんなくなるから、っていう理由だけで毎回毎回ね、レベル上げ躊躇するんですけど、さてどうしようかな。結局な、奇跡のね保存数上げたいんだよ。ちょっと今回のセーブデータは、待って、なんで上がった？2か。進行を上げると威力が上がって、威力が上がるだけか。まあいいよ、咲くよ。で眼鏡が切り悪いのムカつくから上げて、筋力かな、魔力、技量、筋力、こんな感じ。はい、でこれで奇跡の数が増えたので、終わったよ。で奇跡の数が増えたので、まずはお前のところに来て、奇跡を記憶するで、避難と回復を両方使えるようにする。オッケー、アンバサーで、これで進んでいきたいんだけど、さらにちょっと調べたんだけど、使うか、儚い瞳の石、使用者の肉体を取り戻すソウルの体で使用。HP 半減きついだろさすがにって思ってんだけど、どうだろう、誰に聞いてんだろう、やるよ。というわけで、歳費の道、ね、進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よし、で、修理する。そうなんだよね、でも修理を、そうか、江戸の磁石があれば修理できたよって話か。そうね、6にしたいんだけどね。ちょっとキリジ弱すぎたな。遠赤のかけらでいけるじゃん。まだいいね、キリジはまんまプラなんだ。よいしょ、ん、あ、大きいが足らない。今日はね、取れ高がっつり作りたいんだ俺としては。2週連続でやってるって時点で、なんつーの、予想外の展開にはなってるわけじゃない、間違いなくっていう状態なわけだから。で何体かやった後の左に曲がるところの、死神をどうやっておびき出すかのゲームに変わってるってことだよね。よいしょ、だからほんと言うとこいつ速攻でやるべきなんだよね。こいつなんかで躊躇してたりとか待ってたりしてると、またはメカラビームおびき寄せるか。メカラビーム、あいつ、あっと、後ろから湧くやつ、ちょっと待って、ちょっと待って、そうなの、後ろから撃たれたら終わりなの。あー、湧いちゃうのか。じゃあ突撃して、あれか、一回あいつ無視して、あいつを無視して死神からやってかな。でもな、スタミナをな、ちゃんとキープしとかないといけないんだよな。それがちょっとしんどい。だから何だった、やっぱ、やっべやっべ、バカ、この、はい、ここの攻略は中止でーす。取れ高がなさすぎます。お疲れ様でした。さて、そうなるとだ、
何からしていくかっていう話なんだけど、3つ目のダンジョンのボスかな、魔女。まずはあいつやりたいかな。あいつが一番ちょっぱやな気がする。だからあいつに会いに行こう。よいしょ、もう一回見たよ。でまずは愚か者の偶像までとにかくノンストップダッシュ。どうせい。あ、スタミナがないことを呪います。で増えました。で、おお、正面からも来るんかい。で、お前じゃない。ちょっとスタミナのことも考えつつ、あ、お前だ。お前。あー待って、ごめんなさい、バインドスキル。あー待って、ビリビリビリ。で、もう一回あなた。やったぜ。えい。そろそろ消えるでしょ。もう一回同じとこに、バシパッパラッパ。で、ちょっと待って。せい、痛いよ。やったぜ、ずっと本物が動かないという謎の展開。あと1たち終わり。あっという間劇場。お疲れ様でした。さあ、というわけで瞬殺でございましたね。そんなもんだと思ったんだよ、ここに関しては。もともとなんかそんなに難易度高いかって1回目の時点で思ってたんだよね。で、倒したはいいが、あれを倒したことで、お、あらら、ほう、まあ少なからずどっかすぐ近くにセーブポイントがあるはず。おめでとう。ああ、ありがとうな。セーブポイントが近くにないと今までの展開上成立しないから、セーブポイントは絶対近くにありますよね。オーライ。さあ、塔のラトリア上部、でも愚か者の偶像の残した要石、女王に似せた偶像を祀った罪人の教会は囚人たちに、なんだ、なんたらの救いを希望を与えていた。当然その先には儚い望みを手ひどく裏切る、醜悪な悪意が用意されているに違いない。言ってることが全然わかんない。で、まあただ新しい展開には来れたね、アンバサね。というわけでアンバサ、さあ何が待ってるか全然わからない。だからないので進むしかない。あ、でどういうことだ、どういうことだ。これはショートカットに後半なるんじゃないか。まずはアイテムをゲットしたい。何、ようこそ。で、高名な勇者のソウル、一ル、あ、なんか言うね、なんか一類の望みをかけてみたいな。あれ、一ルの望みをかけてなんだ。なんかよく聞くとね、一類の望みをかけてみたいな、今で聞こえたりするけどね。あの言葉を使う瞬間、俺にはごめんって聞いたね。俺には一生来ないな。え、何、何お前ら。いや、無視でいいや。で、そう、別に相手しなくていいものとか後々に湧いてくる。おっと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 、もう無視しないかんな。もうそこまで来たら無視しないかんな。え、黙っとけ。え、生きてんのかい。え、お前それは、やだよ、今から弓遊びするのめんどくせえ。で、どれぐらいくれんの。1残ってたんかい。288、ざっこしょっぽ。そうね、あの大好きで一回相手体勢崩れるみたいだから、
まあまあ適当に削って大突きで止めればいいだけじゃない。まあこれに関してはね、ちょっとなんだ、あの他のところでレベル上げてしまってる分っていうのが効いてるところはあるだろうけどね、多少レベル、わおそうなのよ。あのね、別にね攻撃するのはいいんだけど、攻撃するのはいいんだけどね、君にね合わせすぎるとね、こちら側が事故ってしまうんだよね、落ちてしまって。さあ、名もなき戦士のソウルとかソウル系くれるね。だから数字だけじゃ見られない効率があいつにはあるね。アンバサ、何、なんかアンバサだらけ。左側が階段で正規ルートっぽかったから逆に右側から来てるんだけど、何これ、足元ぐちょぐちょしてて卵みたいになって気持ち悪い、嫌い、もう純粋に嫌い。んで、で、八神颯さんのデモンズソウルに関しては誠に勝手だではありますが、ぐちょぐちょした気持ち悪いものが出てきてしまったため、今週をもって、連載を終了いたします。ここまで応援してくれた皆さん、どうもありがとうございました。よいしょ、で、これ道続いてる、敵の待ち伏せに注意しろ。わー、いたわ、暗くて馴染んでらっしゃるが、はい、ついたら体勢崩れるんだったら、よし、んで、はい、これしかもそれが出てる地下側に向かってるっていうのがポイントなんだよな。そうなのよ、このぐじょぐじょしてるのが大量に出てきてる方向に今俺らは向かってるのよ。はあ、何これ、はあ